演舞開演。どうも、いよいよ10月も下旬、もう言っている間に年末年始を迎え、新たな年を迎えます。そして新たな年を迎えるにあたって、あると便利なこんなものが届きました。こちら、食育カレンダーです。伝統の食を字に書いて、こうして12月から参考にさせていただきますね。来年の12月までのカレンダーになっています。その間にある食、伝統の食のポイント解説、どれも勉強になります。自分も料理をすることがありますので、機会があれば、機会がなくてもこうした知識をつけて料理に生かしていきたいと思います。皆さんも日々のお料理にこうした情報があるとどうでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。